ボビー・ラシュリー、ボビー・ラシュリー、フランクリン・ロバート・ラシュリー、1976年7月16日隊は、アメリカ合衆国のプロレスラー、総合格闘家、アフリカ系アメリカ人、カンザス州、ジャンクションシティ出身。ミズーリーバレー大学では、レスリング選手として活躍し、1997年と1998年に、内野、 ナショナルアソシエーション・オブ・インター・コリー・ジェット・アスレチックスのチャンピオンとなった。大学卒業後、アメリカ陸軍への入隊を経て2005年9月23日、WWE の番組であるスマックダウンに登場し、後に WWE と契約を交わし、入団、そしてプロレスラーデビューを果たした。レスリングの経験を生かし、ベリーとベリーやスープレックスで相手を豪快に投げる。 格闘スタイルで売り出された。デビュー早々にサバイバーシリーズ2005のイリミネーションタックマッチに出場。ノーウェイアウト2006では JBL と対決。その際、フィンレイが乱入したため構想を開始。ジャッジメントデー2006ではブッカーティーと対決。その試合もフィンレイの乱入のため敗北。しかし、ジャッジメントデー2006明けのスマックダウンで JBL から US 王座を獲得。その後キングブッカー、ブッカー T、フィンレートの構想を繰り広げ世界王座戦線にも関わるようになった。2006年11月14日、e c w に移籍。同年12月3日に行われたディセンバー2ディスメンバー2006で ECW、世界王座を獲得した。ロイヤルランブル2007の ECW 王座戦でテストを撃破。2月には、 ノーウェイアウト2007でミスター・ケネディの挑戦を受ける。反則負けで、王座防衛。さらに ECW に舞台を移し、ハードコアホーリーとミスター・ケネディを相手に、三つどもえ戦を行い、防衛に成功した。翌週には、ハードコアホーリーとスティールケージマッチで防衛戦を行う。5分以内に決着がつかなければ、王座移動という厳しい条件を課せられたが、 残り30秒のところでホーリーを沈め3週連続の王座防衛を果たした。試合後、レッスルマニアを控えた馬がに対して金網を破壊しつつ、とペコンヒーローを仕掛けるという技を見せた。レッスルマニア23では、ビンス・マクマフォンと大富豪、ドナルド・トランプの代理戦争に出場し、馬がとのシングルマッチに勝利したことでビンスは、事前の約束通りスキンヘッドになる。 その後マクマホンファミリーに強奪された ECW 王座をめぐって構想を繰り広げる。ワンナイトスタンド2007で王座を奪還するもドラフトで RAW に移籍。これに伴い ECW 王座の返上を余儀なくされた。2008年2月4日付で怪我からの復帰がないまま WWE を解雇された。WWE 解雇後、同年6月13日に トリプル A の年間最大のイベントであるトリプルメイニア16に出場。鈴木健相、エレクトロショックとタッグを組んで、チェスマンシルバーキングラパルカジュニア組から勝利を飾った。2009年4月19日、ティネの PPV であるラクダウン2009に登場し、ティネに参戦する旨を伝えるプロモーションを行った。以降、不定期ながらティネへ出場し、 ミックフォーリーと結託して、カートアングル率いるメインイベントマフィアとの交想、ノーサレンダー2009でのライノとのシングルマッチでの対戦で勝利したことをきっかけに、ライノと交想、ファイナルレゾリューション2009で、スコット・スタイナーとラストマンスタンディングマッチを行うなど、主に PPV で活躍。2010年1月には、ハルク・ホーガン、 エリック・ビショフの入団により彼らとのスキットを行うが2月以降登場せず、ティネからのロスター枠からも外された。メジャー団体のみならず、インディー団体や世界各地のプロレース団体にも出場。日本の団体であるイグフに参戦し、2008年8月15日のゲノメ、ロックにて初出場。ザ・プレデターと対戦し、スピアーからの片い固めで勝利。以降、イグフに、 断続的に参戦し、2011年には、イグフチャンピオンシップトーナメントに出場し、1回戦である、ゲノメ15にて、キース・ハンソンとの下、WWE 対決ながら、短時間で勝利。準決勝であるゲノメ16で、ジョシュ・バーネットと対戦するが敗れた。2014年3月9日、ラクダウン2014にて感染に訪れ、 マイクパフォーマンスにて復帰する意向を発表。イーサン・カーター賛成により、因縁をつけられ、同月20日のインパクトレスリングにて、イーサン・ター賛成を相手に復帰戦を行うも、反則勝利という形に終わった。5月より MVP とケニー・キングにそそのかされて、ヒールへと転向し、トリオユニットを結成。 ティネ世界ヘビー級王座の取り合いが争いが激しい中殴り込んで MVP とケニーキングのアシストを受けて勝ち進み6月19日にティネ世界ヘビー級王者であるエリック・ヤングに挑戦して勝利しベルトをダッシュした2018年4月9日 WWERAW にて復帰を果たす歌唱中であったイライアスを遮り登場リング上で睨み合い イライアスが攻撃を仕掛けてきたところに避けると、ネックビリーカーから、ブレーンスターを見舞いアピールした。同月16日、RAW にて、ブラウンストローマン&、フィンベーラ&、ボビー・ルード&、セス・ロリンズと組んで、ザミズ&、ボーダラス&、カーティス・アクセルサミ・ゼイン&、ケビン・オーエンズとゴーンをマッチで、WWE 復帰戦を行う。終盤に、 オーエンズにスパインバスターを決めるお見せ場を作り、最後はストローマンが水にランニングパースラを決めて勝利した。2008年12月13日、ミクスとファイティングアライアンスで総合格闘技デビューを果たし、ジョシア・フランクリンに TKO 価値を収めた。2009年3月21日、ロイ・ジョーンズ・ジュニアが主催する総合格闘技とボクシングの大会、マーチバドネスに出場し、 ジェイソン・グイダに判定勝ち、当初は、ケンシャムロックと対戦予定だったが、ドラッグテストで陽性となり、変更となった。同年6月27日、ミシシッピ州ビロク市で行われた、ウルティメイトカオスで、ボブ・サップと対戦し、パウンドにより1ラウンドで、ギブアップ勝ちを収めた。2010年8月21日、デチャド・グリックスと対戦。 にある終了時に立ち上がって、コーナーに戻ることができず、レフェリーストップによる TKO 負けで、総合格闘技初黒星を起死した。2012年5月6日、スーパーファイトリーグ3で、プライドを、戦局など日本に、馴染みのあるジェームス・トンプソンと対戦。早期決着が期待されたが、両者共にスタミナ切れを起こし判定となり敗れた。 2013年6月7日、シュタン FC25 のメインイベントにて、ケビム・アスプルンドと対戦し、キーロックを決めて勝利。2014年9月5日、ベラトア MMA 初参戦となった、ベラトア123にて、ジョシュ・バーンズと対戦し、リアネーキドチョークを決めて勝利。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。